島県の仙台原発1号機の原子炉を起動。4年3ヶ月ぶりに再稼働させた。フランス語でパイだったり、スペイン語でパスだったり、ラテン語のパックスという言葉がルーツなんだけど、パックスというのはつながり、団結する、まとまりという意味なんだ。だから平和の反対、対比語は戦争じゃない。平和の対比語は断絶なんだ。団結か断絶か、俺たちは団結するためにどんどん橋を架けていこう。ありがとう。東京のみんなに伝えたいことがあるんだ。俺は仙台原発の再稼働っていうやつを、やっぱり690日ぐらい動いてなかった原発をまた動かすっていうことも、その築き上げた結晶を一瞬でなくしてしまうことの重大さというか、もったいなさというか、その決定に俺らが一切関われないという意味においては、日米原子力協定2018年に更新させないためにも、俺たち自身が政権取らないともう原発は絶対止まらないんだよ。じゃあ政権取る気あんのかって話で、俺含めよ、俺はもう一回選挙出るのビビってるよ。すげえ疲れたもん。で、今の空気の中で出てもあれと同じぐらいのこと起きねえんじゃねえかと思ってビビってるよ。で、会う人に聞かれるんだよ、次も出るんですよね、次も出るんですよね。その2年間にすげえ疲れ。それでさ、仙台原発で俺が見てきたものを伝えたいよ。この後に及んで、自民党は2600万票でしょ、自公が。それら以外の人が3300万票入れたんだよ。数の原理に勝ってんのに勝てないのはなんでなんだってことなんだよ。一つ慣れてないんだよね。くだらねえよ、三宅洋平はああだこうだ、山本太郎はああだこうだ、それ打ち毛って言うんだろ。いつまでやんだよそれを。それで俺の人格とかをネット上で傷つけてさ、デマみてえなやつ拡散してどうすんだよ。それは俺口が悪いよ、初めから言ってんだろ。ヤーマンって言ってんだろ、初めからって話して。そんな俺がなんで選挙に出なきゃいけねえかっていう時代をもっと見つめようぜっていう話の中で、俺が仙台原発で見たね、俺そういうこの2年間すげえネットストーキングされてサイバー攻撃受けて左翼大っ嫌いになってたんだけど、仙台原発行ってさ、左翼のおじちゃんたちがテント張って、もう半年前からやっぱりさ、デモなんかやって何の意味があるんだよってよく言われるんだよね。だけどさ、俺は行ってみて思ったよ。相変わらず普段だと暑い中何千人でとことこ歩いて、ゲートの前行って仙台原発再稼働反対ってやって帰ってきて、これで何が変わるんだろうって思うよ。だけどさ、原発が再稼働するっつうのに誰もデモに参加しなかったら、誰もデモしなかったら、そっちの方が俺はゾッとするんだよ。その日本、国会前だって一緒だよ。シールズの若い子たちが頑張れば頑張るほど、ああだこうだ裏があるとかなんとかで誰がついてるとか、いろんな疑心暗鬼が渦巻いてるけど、じゃああの子たちがあそこで大声上げなかったら、俺はそっちの方がゾッとするんだよ。その中でさ、これ以上もっと何かをするためには俺には何ができるんだっていうことを考え始めるんだよ。でもじゃあ変わんねえなら、じゃあ俺何やるんだって突き詰めたら、俺は選挙に出たわけ。そういう人が1億人いるんでしょ、この国には。それで仙台原発で再稼働の前の夜に、いや俺はさ、結構ああいうとこ行っても、いや俺はこういうやり方は左翼は良くないと思うんですよって、まあ俺も左翼だけどなって周り中のおじちゃんに言われるんですけどでおじちゃん平気でカップラーメンテントの中で食ってるから、俺はさ、まあまあエセオーガニックナチュラリストだから、エセってつけとくけど意志が弱いからタバコも吸うし。だけどさ、いやおじちゃんさって、原発とカップラーメンは俺にとって一緒なんだよ、そっから変えてこうよって話もするわけよ。厳しいねとか言われて、
れてたから寝ちゃったんだけど、次の日7時からみんな運動をしてゲートの前で、10時半に再稼働されたわけだけど、夜中夜を徹して60、70のあの運動世代のおじちゃんたちが人間の鎖っつって腕組んでゲートの前に座り込んでさ、徹夜で座り込んだんだよ。それに向かって何の意味があるんだって俺には言えないし、そうも思わない。で、俺は曲作りもあるしこれもあるから新幹線に乗って帰ってきたんだよ。電気使って時速200キロで鹿児島から遠ざかりながら、再稼働っていうニュースが飛び込んだ時にさ、やっぱあのボロボロのズボン履いてボロボロのジャケット着て何十年も運動してるおじさんたちが人間の鎖やってたのに動いちまったっつうのがやっぱ悔しくて、なんかおっちゃんたち今すげえ悔しいだろうなと思って、なんか新幹線の中で一人で泣いてる怪しい人になっちゃってさ、でも周り見たらみんなパソコンやってスマホやって漫画読んで、まるで再稼働なんかなかったみたいなさ、どうなってんだよこの国はって本当に思ったし、でそんな俺は新幹線の中で白くまくってんのね。よく考えたらこれも電気じゃんと思って、だから俺今年の夏はアイス食うのをやめた。安倍やめろっていうのは簡単だけど、俺たちにやめれることもいっぱいあると思うんだよね。東京がやめれることもいっぱいあると思わない？東急のデパ地下行ってさ、ここでこれやってることも知らねえで、なんか飯食ってる人たちの顔見ながら、お前が原発だよって思ったよ。ギンギンにクーラー入ってガンガンに冷蔵庫冷やして、全然自炊しねえで人が作ったもんばっか買って食って、そういうライフスタイル東京から絶対帰れるでしょ。東京が一番そこ行っちゃってんだから、東京が一番帰れるんだよ。でもそれは本当に一人一人の単位だと思うんだよね。だからよろしくお願いします。俺はその仙台原発のゲートの前の雰囲気をとにかくみんなに今ちょっと包んで持ってきた。また喋りすぎたから曲の数減らそうね。 2,3 曲にしよう。自分にとっての、まあ俺は運動家じゃないし、まあ運動の人たちの中で三宅が入ってくんなって言ってる人もいるんで別に入る気もないし、だけど俺はいつも横にいるぜって感じで、その始まりは7、8年前に上関の原発で反対運動に、いや好奇心だよ、見に行きたかったんだよ。で行ってから俺の原発反対の運動が俺なりに始まったんだけどさ、この時の歌です。忘れるのだろうかこの素敵な日々を、遠ざかってゆく島の稜線、永遠に手を振る堤防の先、僕は人生のほんのひとときをまるで神様たちと共に過ごし、おのおのの思いを夜な夜な語り明かし、穏やかな力をもらい歌に変える。東京へ帰れば君やブラザーが出迎えてくれる、やけに晴れやかな面持ちで港を吐く。今日のステージはスクランブル交差点、お花は開けたけりゃいないけど、やけの腹に僕ら何を見てるさ、まずは
しかし皮肉なことに安倍政権によってかえって多くの日本人、それも若者や女性が改めて憲法や自衛権などについて強く関心を持って日本中で声を上げるようになったのは大きな希望です。日本は絶対に戦前に回帰してはいけないし、戦争に参加してもいけない。殺し殺されはもうたくさんです。坂本龍一音楽家、2015年8月10日ニューヨークにて。そして辺野古への移設問題については、普天間の基地の世界一危険というものの除去が原点だという話ね、今日もされておりました。でそれに私は、あ、それが原点でありませんよと、戦後普天間の住民がいない間に、強制収容されて、作られた基地なんですよと、それが原点なんですと、自分が奪った基地が、世界一危険になったから老朽化したから、またお前たちに出せというのはこんな理不尽なことはないんじゃないですかと。距離はやはり、出発点が違いますから、それはあるなという感じで、まあ、いずれにしろ今日スタートですから、まあ、これから進めていって、まあ、理解が深まる、まあ、そこは努力して。
上げてきたから北九州が残ったことがいいことなのか俺には分からない。いろんな戦争の意味がある。むごい真剣なんて無視した。ひどいことを他言にしてきたけれど、それをしなきゃいけなかった人たちの気持ちも俺は考えてしまう。じいちゃんやばあちゃんたちはあの戦争をどう生きていたのか考えてしまう。そして殺されていった人たちのことも考えてしまう。でもそこから70年の月日を歩んで今俺たちはここに立ってる。民主主義が終わったとか平和主義が終わったって人たちもいるけど、戦後の民主がクソだっていう人たちもいるけど、なんだかんだその歩みの中で俺たちはここに立ってる。少なくとも俺はここに立ってる。ネット上じゃ個人情報がいろいろ出て、俺の名前や顔がネットに出ている。 Twitter でつぶやくだけで誰と誰が仲いい、自分あいつの親はこうだったとか言われる。俺だけじゃなくてここに立ってる友達たちも言われてる。けど俺にとってはそんなことはどうだっていい。どうだっていいよそんなことは。うまい。楽しいぞ。それよりも言いたいことは、この戦後70年の歩みや平和主義や国民主権や基本的な人権の尊重を俺はまだ諦められない。うわ、間違ったって思ってない。そうだ。曲がりなりにも日本国憲法があって、俺はその憲法を読んだ時に結構いい法案だ、いい憲法だって思う。速攻で死んでいった人たちは今の俺たちを見て何て思うか分からないけど、やっぱり戦争はやんない方がいいし平和がいいと思う。明日はあの戦争で亡くなった全ての人たちのことを思って黙祷したいと思うし考えたいと思います。けどもう一つ、8月15日の意味は、日本が誰か君主そういう偉い人に全ての責任を任せた国ではなく、民主主義国家として、つまり俺たち一人一人が責任を持って生きていく国家として、歩んでいった、そのが始まってきた日でもあります。どうかそのことを覚えていてください。最高責任者は何回も言うけど安倍晋三じゃない。それが1945年8月15日の意味です。今や主権者である国民一人一人にこそその運命は託されているんです。ここに過去を顧み、先の大戦に対する深い反省とともに、今後戦争の惨禍が再び繰り返されぬことを切に願い、全国民とともに戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し心からなる追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
のが長寿ですね。Thank you.
あ、ここでやるんですね。うん、あの今ライブやってるところで、あの事前集会っていうのをやって、その後5時半から電話。学生さんですか？え、僕はあの社会人なんですけど。あ、そうなんですね。うん、ありがとうございます。23日全国いろんなとこで若者で一斉に行動しようっていうのがあるんですけど、それに僕らもあの、まあ、こうしてというか、うん、呼びかけに応えてシールズとかと一緒にって感じですか？そうですね、シールズをやってるんです。あるなら健康
本人一瞬で東舞台個人下に南に侵略者中央線は罰せんだよほらお前の声聞くと頭の根っぺ浮かれたしみんな手がつかずにやりだせ特殊にただそこだけ泣きなさい今夜はいつでも愛国者お国のことを考えろ愛する母よ愛する父よ愛情の月でもあの月だオーナーを